ヘンリー・マスケは、ドイツの元プロボクサー。ブランデンブルク州、トレウレンブリクセン出身。元 IBF 世界ライトヘビー級王者。1988年ソウルオリンピックでは、最後の東ドイツオリンピック代表選手として、相手に一つのポイントを与えず全て完封勝ちで、ミドル級の金メダルを獲得した。鉄壁のディフェンスと抜群の空間把握能力を誇り、 当時難攻不落と言われた。引退に追い込まれたバージルヒルを相手に2007年に11年ぶりに現役復帰を果たし往年の技術をまざまざと見せつけ現役世界王者を破ってりを返して再び引退した。世界選手権では1987年に銀メダルに終わるものの1989年にはライトヘビー級で金メダルを獲得した。 ヨーロッパ世界選手権でも1985年、1987年、1989年にはミドル級で3連覇を達成した。1988年ソウルオリンピックでミドル級で登場。1回戦を完封勝ち、2回戦は不審賞。3回戦、準決勝、決勝と後から例の連続完封勝ちで金メダルを獲得した。 1990年5月9日、ロンドンでプロデビューを果たし、初回55秒小勝ち。1991年12月6日、トム・コリンズと対戦し8回1分35秒、TKO 勝ち。1993年3月20日、IBF 世界ライトヘビー級王者チャールズ・ウィリアムズと対戦し12回3から0の判定勝ちで王者獲得に成功した。 1993年9月13日、アンソニー・ヘンブリックと対戦し12回3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。1993年11月12日、デビッド・ベダーと対戦し12回3から0の判定勝ちで2度目の防衛に成功した。1994年3月26日、アーネスト・マグダネロと対戦し9回 TKO 勝ちで3度目の 防衛に成功した。1994年6月4日、アンドレア・マギーと対戦し12回3カラルの判定勝ちで4度目の防衛に成功した。1994年10月8日、元世界3階級制覇王者アイラン・バークレイと対戦し9回終了時期券で5度目の防衛に成功した。1995年2月11日、7年前に、 ソウルオリンピックの決勝でカン勝ちをしているイガートン・マーカスと対戦。12回3から0の判定勝ちで6度目の防衛に成功した。1995年5月27日、元 IBF 世界スーパーミドル級王者グラシアのロシジャーニと対戦し、苦戦しながらも12回3から0の判定勝ちで7度目の防衛に成功した。1995年10月15日、 グラシアのロッシジャーニとダイレクトリマッチを行い、全回同様苦戦しながら12回3から0の判定勝ちで8度目の防衛に成功した。1996年2月17日、デュラン・ウィリアムスと対戦し12回3から0の判定勝ちで9度目の防衛に成功した。1996年5月25日、ジョン・スクーリーと対戦し12回3から0の 判定勝ちで10度目の防衛に成功した。1996年11月23日、WBA 世界ライトヘビー級王者バージルヒルと統一戦を行い12回1から2の判定負けで11度目の防衛に失敗、WBA 王座獲得に失敗した。マスケは試合前からこの試合で引退すると宣言しており宣言通り引退を発表。 2007年3月31日、引退を撤回し11年ぶりの試合。WBA 世界クルーザー級王者バージルヒルとノンタイトル12回戦で再戦。12回3から0の判定勝ちを収めた後、再び引退した。ありがとうございます。